戻ろうか。はい、帰ろう。帰ります。シマリスちゃんがひまわりの種を食べてます。これはね、このひまわりの枯れたやつをポンと置いただけなんですけどね、美味しそうに食べてますね。エゾリスちゃんも来ました。切り干し大根と高野豆腐の煮物一緒に炊いちゃいます。10分ほどつけておきます。